何もできなかった時もあったんですけど、なんですかね、まあ特に意識はしてないんですけど、まあ、最近になってようやくまあいい感じにはできてるのかなと思いますけど。森島司、12月11日時点で途中出場も含め31試合に出場、チーム日本人トップタイの5得点を挙げるなど攻撃の中核を担うまでに成長した。シーズン通して出るっていうのは初めてなんで、まあ、途中やっぱ疲れましたし、ちょっと分析されてる夏ぐらいはやっぱ結構、自分の思ったようなプレーできなくてどうしようかなと思ってたんですけど、まあ、徐々に慣れてきて、まあ、チームの調子もいいっていうのもあるんですけど、まあ、すごくうまくやらせてもらってるなと思います。昨シーズンは24試合に出場し飛躍を遂げた。今年からエースナンバーである10番を背負い、チーム内での存在感は増すばかり。オリンピック代表にも名を連ねる23歳は大きな手応えを感じている。コンディションがちょっとずつ、まあ、上がってきたのか相手落ちてきたのか分かんないですけど、まあ、余裕持って周り見れるようになりましたし、まあ、スプリントとかもやっぱちょっと回数増えてるんで、まあ、自分的には体の調子がいいのかなと思います。森島にとって最大の武器はフリーキック。11月11日の名古屋戦でも縦回転のシュートが壁を越えゴールに吸い込まれるなど、5得点のうち2得点を直接フリーキックで上げている。最初は自信なかったんですけど、まあ、決め出してからは、まあ、自信持って蹴れるようになって、ちょっと入りそうな雰囲気はあるんで、まあ、次も狙っていきたいなと思います。日を追うごとにフリーキックへの自信を深める森島。チームは9試合連続で負けはないが、勝ち点3を取るにはさらなる得点力が必要だ。残り試合少ないですけど、チームも調子上がってきてると思うんで、ここから全部、勝ちに行くぐらいの気持ちで頑張りたいなと思います。新型コロナウイルスの影響を受けた今シーズンも残り2試合、背番号10がチームを勝利へと導くはずだ。プレイヤーとしての特徴ってどんなところですか？まあ、1.5 列目のポジションを取ってるんですけど、まあ、非常にこう中間ポジションを取って、まあ、ボールを受けるのがうまいなっていう。あと、まあ、ドリブルで、ね、かなり運べる選手ですし、まあ、パスも、ね、正確で、まあ、技術も高い選手だなっていうのは改めて思ってます。それから、まあ、まあ、今シーズン直接フリーキック、ね、まあ、セットプレーのね、はい、そのキッカーとしての、まあ質もかなり上がってきてる、まあ、選手なのかなと思います。はい、カウさんから見て森島選手ってどんなプレーヤー？今年はなんかそのプレーの幅が広がったというか、守備面、まあ、攻撃的な選手なんですけど、守備面でかなりチームに貢献できてるかなっていう。ファーストディフェンダーになれるというか、そこがやっぱり相手に対してプレッシャーのかけ方がうまいので、ボランチの選手とか後ろの3バックの選手とかは、まあ、どこにボールが来るかっていうのは分かりやすくなるので、うん、まあ、その分ボールを奪いやすくなるかなと。今後に向けて その課題っていうところを挙げるとしたら、まあ、個人としてチームを勝たせれる選手に、まあ、なってほしいかな。まあ、森氏自身が個人のプレーでこう自分たちのディビジョンに持っていくとか、まあ、その先にこうチームのリズムを、まあ、取り戻す、で最後にそのチームを勝たせられるっていう、まあ、そういう選手になっていけたら、まあ、さらに上のレベルにいけるかなと思いますね。うん、小池さんから見てその課題っていうのは、彼本来 その技術に加えてやっぱゴールでしょうね。まあ、僕もその J1 の舞台で、まあ、2桁取れなかったんですけど、やっぱりあのポジションで2桁取れるとより、まあ、チームとしての得点力も上がると思いますし、もっともっとこう勝負強い、まあ、選手にもなるし。で、八幡アナ、はい、森島選手、はい、でどんな選手ですか？相手の選手と競り合った時に、あ、森島選手だと、あ、絶対なんかこう競り勝ってくれるなっていう安心感が。いいとこ見てる。競り合い結構なんか線細いんですけど、手はこうやりながら、はいはい、足でこうやって絶対渡しませんみたいな感じでやってるから、はい、すごーっと思って、あの相手の体の間に入って、はいはいはい、っていうことでしょうね。あの今の解説が入る、説明、まあ
通訳として合ってますか。そうなんです。でこう力強い印象があって、うん、こう普段こう可愛らしいほんわかした印象だったので、うん、すごいギャップがありました。すいません、お待たせいたします。ハンドルネーム姉さんという方と森氏の萌え袖がとても可愛いと思っています。寒がりなんですよ。なんかインナーシャツこうやってやってたりすることじゃないですか。多分それをこう自然とやっちゃう感じ。手袋してるときはこれですけど、してないときはこうやってしちゃいます。特に寒がりっていうわけではない。ないです。いつも誰よりも深くお辞儀されているのが印象強いんですが、礼儀などで意識していることや影響を受けた人物はありますか。深く深くするのはもうプロ生活ずっとそうしようと思ってて、みんなこうやってやるじゃないですか、はい、なんか恥ずかしくてできないのと、まあ、四中高の時とかこんなやってる人いなかったんでプロっすよね。無理やなと思います。いやご自身もプロだと。森氏とサンチェ君の絡みをあまり見かけないんですが、クマは苦手ですね。絡んでる人がごく一部だと思うんで、あやと君とかが絡めばいいのかなと思います。ちなみにご自身好きな動物とかいる？まあ、犬とかっす。飼ってらっしゃる？実家2匹飼ってます。何犬ですか？チワワっす。一人暮らしでも飼おうかなと思ったんですけど、やっぱ親に止められました、ね、あ、そうなんですか。なんでやっぱ旅行とか行けやんし、家開けること多いから、今年マジで飼おうとして、はい、コロナであれでしたし、はい、まあやめました。ヨークシャテリアとチワワのミックス、はいはいはい、好きっす。はい、インスタとかで結構そのワンチャンアカウントはフォローしてるんでチェックしてください。あなたにぴったりのフィットネスジムあります。広島市内に3施設を展開するフィットネスジムベースワン、会費額は月額1000円から。目的や利用回数に分けて18種類のプランが用意されています。各施設では新型コロナの感染対策を徹底、入館時の検温や健康チェック、使用後のマシンの除菌消毒などを実施し、安心安全な環境で体を動かしてもらえるように努めています。こちらの施設では広島の女子サッカーチームアンジュビオレ広島の現役選手とスタッフが働いています。池崎真奈さんは選手としてプレーする傍ら、施設を訪れた方のトレーニングをサポート。やりがいっていうのはやっぱり来ていただいてる会員さん、常連さんでも挨拶したらすぐすごく笑顔で返してくださったりとか、そういうところでもやっぱコミュニケーションを会話できることがすごいやりがいがありますし。一方、岡村えりさんは受付業務を担当。入会した時からお客さんと寄り添ってきていて、でそのお客さんが1ヶ月後2ヶ月後に前よりも少し重い重りを使ってトレーニングされたりとか、成長しているところを目に見えたりとか感じたりするところがすごくやりがいにつながっています。フィットネスジムで働きながら広島の女子サッカー界を盛り上げるお二人に来シーズンの抱負を伺いました。広島にアンジュビオレっていうのが広げれるように、一つ一つ、まあ、積み重ねていきながらやっていきたいなって思っています。今回存続決まったのも本当に多くの方が応援してくださっている方だと思うので、ぜひなでしこ一部でプレーをできれば一番の恩返しかなと思っています。